蘇神社初日に行われる迫力のやぶさめ。今年も秋の実りを感謝するお祭り、頼み祭が行われました。阿蘇市一宮町の阿蘇神社と福蔵神社の2か所で行われる頼み祭、国指定の重要無形文化財に指定された阿蘇の農耕祭事の一つで、また浅草祭、権田祭りに続く同神社の三大祭りの一つです。神事には米、酒、塩、鏡餅、魚、海藻、野菜、果物、そして稲の初穂と赤飯が備えられ、神職たちが舞い豊作を感謝します。神事の後には境内の土俵で雁の相撲が奉納されました。参道では阿蘇神社やぶさめ社主会の方々がやぶさめを奉納します。3つの的をめがけて矢を放つ姿を見物客は目で追い、ひとたび命中すると歓声を上げ拍手喝采します。こうした伝統行事によって阿蘇の五穀豊穣は守られています。